皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語は10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の21回目です。今回は英語基礎練習問題の1回目。これまでの練習問題というのは一般動詞だけの問題とか疑問詞だけの問題とか、こう文法別になっていたんですけれど、ここからはいろんなものが混じっている形、そういう練習問題をやっていきます。括弧の中の正しいものを選びましょう。括弧1、 I、 その後ろに括弧があって Is、 Am、 Are、 そして稽古となっていますよね。どれも B 動詞なんですけれど、 I につく B 動詞というのは Am でしたから I am 稽古、 I am 稽古、これで私は稽古ですという意味になりますね。括弧2番、 This is Mr. Ito、 こちらは伊藤先生です。で、括弧があって He と She と They があって Is our teacher、 ね、伊藤さんは私たちの先生なんですよね。で、ここを見ると Mr. Ito、 Mr. Ito と Mr. がついています。 Mr. というのは男性につけるものですね。で、さんという意味になりました。ですから男性に当たるのはこの代名詞のうちの He ですね。彼はになりますから He を選んで He is our teacher、 This is Mr. Ito、 こちらは伊藤先生です。 He is our teacher、 彼は私たちの先生です。こうなります。カッコさんです。 A と B の会話で A がAre you a soccer fan? Are you a soccer fan? あなたはサッカーのファンですか?と聞くと B が Yes, I、 その後ろに括弧があって Are と Is と Am ですね。こうなっています。これ Yes, I の後ろに B 動詞が来るとしたら Am しかないですよね。ですから Yes, I am、 Am を選びます、ね、Are you a soccer fan? あなたはサッカーのファンですか? B が Yes, I am、はい、そうです、こう答えているんですね。4番、 A と B の会話で A が Is this your book? Is this your book? これはあなたの本ですかって質問しています。 B が No の後ろに括弧があって This と It と He があって Isn't となっていますよね。で、 Is this とこの This を使っているんですけれど、答えるときには This を使わないで It を使うというルールがありましたよね。ですから B の答えは No, it isn't、 こうなります、ね、This your book、 これはあなたの本ですかと B が No, it isn't、 いいえ違います、こう答えているわけです。次は会話文を読んで質問に答えましょう。こういう問題です。 A と B が会話をしています。 A が I play basketballI play basketball、 私はバスケットボールをします。で、 I practice it after school、 I practice it after school、 practice というのは練習をすると、で、私はそれを練習します。 after school、 after school は放課後という意味です。ですから I practice it after school、 私はそれを放課後に練習します。そして Do you play itDo you play it? あなたはそれをやりますかと聞くと B が答えてるんですけれど、括弧があって No, I don't と No, I'm not、 2つありますよね。どうもしないみたいなんですけれど、どちらを選んだらいいでしょうか。そして I'll just watch it、 I just watch it、 私は見るだけです、ね、Watch って見るですよね。それを見るだけです、こんな風に言っていますよね。じゃあ意味が分かったところでもう一度通して読んでみますね。 I play basketball、 I practice it after school、 Do you play it? B が No, I don't か No, I'm not、 どちらかで答えています。そして I just watch it、 こうなっていますね。じゃあ質問の5番は丸一の it は何のことですか、本文中の単語で答えましょう。この it ですね、
I practice it after school. 私はそれを放課後練習します。この it っていうのは前に出てきている単語のはずですよね。1行目で I play basketball ってあるので、私はバスケットボールを放課後練習します。こういう意味になりますから、ここはバスケットボール、ね、バスケットボール、こうなるわけです、ね、バスケットボール。だから I practice basketball after school、こう言い換えられますよね。そしてカッコ6は丸2のカッコの中の正しい方を選びましょうと、ね、No I don't か No I'm not、 どちらかと。前の質問 Do you play it? 聞いてますよね。 Do を使っていて一般動詞の文章ですから、 Do を使って答えるはずです。ですから No I don't、ね、これ No I do not、ね、Do not が短くなって don't ですからね。No, I don't. こちらを選べばいいということになります。今回は英語基礎練習問題の1、これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。